はい、どうもカールです。今回は福山市から離れて大阪府大阪市で美味しいたこ焼きを全部で10店舗ご紹介していきたいと思います。今回僕がご紹介させていただく10店舗は全部道頓堀周辺のお店になってます。なので心斎橋や道頓堀に行かれる方の参考になると思うので、ぜひ最後まで見ていってください。ちなみにこのたこ焼き10軒1日で回りました。いやもう今年は多分たこ焼き食べないですねもうそれぐらい大阪の美味しいたこ焼きを食べて大満足でした。結構大阪行くとたこ焼き屋さんどこ行こうか悩まれる方多いと思うので、今回の動画参考になったら嬉しいです。それでは行っていきましょう。はい、ではまず1店舗目はこちらのたこ焼き18番さんです。真っ赤な看板とでかいたこ焼きのオブジェがすごく目立つこちらの18番さん、店頭でこんな形でたこ焼きを焼いててすごくいい香りが漂ってきます。週末に行くと大行列ができるこちらのお店ですが、今回僕は平日の11時頃にお店に行ったので待ち時間はなしで食べることができました。今回僕が18番さんで注文したのは3種盛りです。もう見た目からわかる美味しいやつ。こちらの3種盛りの味はソースマヨ、塩、あとはおろしポン酢です。ちなみにこの3種盛り2番人気で、1番人気はハーフ&ハーフのソースマヨと塩だそうです。18番さんイートインスペースがあるのでそちらで食べました。見た目は天かすたっぷりの個性的なビジュアルで、食感はとにかくサクサクして、中は少しクリーミーな感じ、どの味との相性もすごく良かったです。皆さんもぜひ18番さん行ってみてください。はい、では次2店舗目はこちらのクレオールさんです。こちらのクレオールさんではたこ焼き以外にもお好み焼きや串カツが食べられるお店です。こちらのクレオールさん、たこ焼きは定番以外にも梅しそや半熟卵、ネギたっぷりやトリュフ塩など創作メニューがたくさんあって、ほんとどれにしようかめちゃくちゃ悩むぐらいレパートリーが多いです。もうほんとこの看板見てたらずっと悩みますよね。これは強敵だな。それチーズソース一つもらっていいですか。はい、その中で今回僕はチーズソースを注文してみました。もうめちゃくちゃ女子。たこ焼きってこうやって目の前で鉄板の上で焼いてるところ見るだけですごく楽しいですよね。誰かこの夏僕をタコパに呼んでください。よろしく頼む。来ました。こちらがクレオールさんのチーズのたこ焼きです。この爪楊枝に刺さってる旗とかもめっちゃ可愛い。クレオールさんのたこ焼きは外がすごくカリッとして、食感がすごく楽しめるようなたこ焼きでした。味の種類も豊富なので何度行っても楽しめるなっていう風に思いました。皆さんもぜひクレオールさんでこの美味しいたこ焼き食べに行ってみてください。はい、では次3店舗目はこちらの大たこさんです。こちらの大たこさん、創業昭和47年、道頓堀の中でも一番歴史の長い老舗のたこ焼き店です。お店の名前の通り、新鮮で柔らかい大きなぶつ切りのたこを使用しており、古くからの常連のお客様もすごく多いお店です。あとこうやって動画回してるんですけど、皆さん全然映していいよっていう風に言ってくださる、もう関西の人の心の広さ、その気持ちお気にぶっ殺されるぞ。大たこさんのたこ焼き、これぞザ王道っていう感じで、もう僕めちゃくちゃ好きでしたね。かつお節ももりもり、皆さんもぜひ本家大たこさんで美味しいたこ焼き食べに行ってみてください。はい、では次4店舗目はこちらのたこ八さんです。
こちらのタコハツさんは秘伝の醤油生地で、表面はこんがり、中はふんわりととろけるように焼き上げる自慢の味が特徴的です。職人の手焼きによって生み出される熟練の技とこだわりの極みが凝縮されたたこ焼きになってます。もう見てるだけで食欲がそそられてお腹がずっと鳴ってました。きたきた、はい、もうこれ絶対美味しいやつ、もうテカリがちゃう。いただきだ。この箸を持ち上げただけでふんわりとろけるように焼き上げた美味しさの詰まったたこ焼き、口の中が幸せ空間でした。皆さんもぜひたこ橋さんでこの美味しいたこ焼き食べに行ってみてください。はい、では次5店舗目はこちらのあっちっち本舗さんです。こちらの店はもう本当に有名店ですよね。ここのたこ焼き目当てに来られる方もたくさんいます。今回僕はこの大人気ナンバーワンのソースマヨにトッピングネギサービス無料をつけました。ネギのトッピング無料ってめっちゃ嬉しいですよね。絶対のしちゃいます。こちらのあっちっち本舗さん、こだわりのたこ焼きは出汁もソースも 100% オリジナルです。独自にブレンドした出汁は風味豊かで、口に入れると中からじゅわっと旨味が溢れ出してきます。そりゃ道頓堀川を眺めながら食べれるのもすごくいいですよね。皆さんもぜひあっちっち本舗さんで美味しいたこ焼き食べに行ってみてください。はい、では次6店舗目はこちらのわなかさんです。こちらのわなかさんのたこ焼きは昆布とカツオの出汁が程よく効いた大阪伝統の味、カリッと香ばしい外側ととろっと柔らかい中身の食感がほんと癖になってたまらないたこ焼きです。食べ歩きにはえびせんでたこ焼きを挟んだたこせんもすごく人気です。このトロトロ感が最高でしたね。口の中が至高のひとときでした。皆さんもぜひわなかさんでこの美味しいたこ焼き食べに行ってみてください。はい、では次7店舗目はこちらのククルさんです。こちらのククルさんのたこ焼きはプリプリの旨味たっぷりの大だこが使われて、香り食感すべてが絶品です。ふわっとした焼き上がり、中はとろっとジューシーな食感は焼き加減に特にこだわりがあり、一気に焼き上げて仕上げに白ワインをかけてアルコールを飛ばしてまろやかな風味のたこ焼きに仕上がります。フルーティーなオリジナルソースとオリジナルマヨネーズがかかると美味しさもひとしおです。皆さんもぜひこのとろっとろでめちゃくちゃ美味しいククルさんのたこ焼き食べに行ってみてください。はい、では次8店舗目はこちらのアメリカ村にある甲賀流さんです。こちらの甲賀流さんでは王道のソースマヨやネギポン酢の他にこのタコせんを食べることができます。食べ歩きにもってこいで、このサイズ感がすごくいいですよね。小腹をちょっぴり満たしてくれます。やった。甲賀流さんのたこ焼きは出汁がよく効いてて、ほんと旨味が溢れ出してくるような美味しさでした。その美味しいたこ焼きとエビせんのコラボレーション、もうこれが美味しくないわけがないですよね。ほんと食感もすごく楽しめました。皆さんもぜひ甲賀流さんのこの美味しいたこせん食べに行ってみてください。はい、では次9店舗目はこちらの会津屋さんです。こちらの会津屋さん、ソースをかけない元祖たこ焼き、和だしが染み込んでてそのままでもかつ冷めても美味しいたこ焼きになってます。こんな感じで見た目は映えないんですけど、たこの旨味全体的にコクと旨味をすごく感じられるたこ焼きでした。香ばしさとさっぱりとした味わいというような印象です。皆さんもぜひ会津屋さんでこの元祖たこ焼き食べに行ってみてください。はい、では最後10店舗目はこちらの山ちゃんさんです。こちらの山ちゃんさん、高温で時間をかけてじっくりと焼かれ、外はカリ、中はとろりの
具材はシンプルで主張しすぎないこの味がたまらないたこ焼きになってます。こちらの山ちゃんさんもソースなしでいただく一品なんですけど、もう旨味がすごい、もう食べただけで出汁の旨味、たこ焼きの旨味がめちゃくちゃ伝わってきます。皆さんもぜひ山ちゃんさんのこのたこ焼き食べに行ってみてください。はい、ということで今回は大阪で美味しいたこ焼きが食べれるお店を全部で10店舗ご紹介させていただきました。今回1日で10店舗回ってたこ焼き食べたので、もうほんと今年2024年はたこ焼き食べないだろうなって思ってたんですけど、福山帰ってきて昨日かくれんぼさんのたこ焼き食べました。もうなんかタコ食べすぎて体がちょっぴり赤くなってきた気がします。あとちょっぴり唇が尖った気がします。今回10店舗たこ焼き屋さん巡って、僕が一番美味しいなって思ったのはくくるさんのたこ焼きでしたね。皆さんも自分の好きなたこ焼き屋さん見つけて行ってみてください。今回の動画が皆さんのお店選びの少しでも参考になってたら幸いです。僕のチャンネルでは広島県福山市の地元を中心に中四国全国の素敵なお店やグルメやカフェなどを紹介しているので、よかったらチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。それではまた次の動画で、バイバーイ。